RM-70 は1972年にチェコスロバキアが開発した自走多連装ロケット砲であり、ソビエト連邦の BM-21 と同系列の 122mm ロケット弾の40連装発射機を装備している。RM-70 は1972年にチェコスロバキア陸軍とイニシャルオペレーショナル、ケーパビリティによって開発された。 オリジナルの BM-21 が土台を、ソ連製の6輪式ウラル -375D トラックであるのに対し、RM-70 は、チェコスロバキア国産の8輪式タトラ813トラックを土台に使用している。さらに、運転席周りのキャビンに装甲が施された上に、全部のガラスには、望遠と防弾のためのシールドが装備され、 BM-21 よりも消火器の銃弾や、榴弾の破片からの防御性が向上している。RM-70、85では、装甲とシールドが撤去されている。冷戦中は、チェコスロバキア以外では、東ドイツ軍やポーランド軍などで運用され、冷戦終結後のビロードリコンでチェコとスロバキアに分離した後も、両国で運用が続けられ、アジアやアフリカ、 南米などに輸出されている40連装発射機に装填済みのロケット弾以外にもキャビンと発射機の間に予備の 122mm ロケット弾40発を積み込んでおくことが可能であり比較的簡単に予備のロケット弾を発射機に装填することが可能である。また RM-70 は T-813 ブルドーザーブレードを設置することが可能であり RM-70 のキャビン右側の屋根の上にはキューポラが設置され、そこには自衛用の 7.62mm 口径 VZ-59 汎用機関銃を装備するための銃貨が設置されている。ただし、RM-70-85 にはキューポラと銃貨が省略されている。2000年10月、スロバキア国防省とディール BGT ディフェンスは、 保有する RM-72、従来の 122mm ロケット弾とともに、MLRS 用 M26-227mm ロケット弾の運用能力を付与する NATO 標準化回収計画をドイツと共同で立ち上げ、2005年5月20日に回収済みの最初の一両を受領した。スロバキアは RM-70 を運用する他の国に対しても、 この回収案を積極的に売り込んでいる RM-70 基本型タトラ T813 を土台としている RM-70、85タトラ T815 を土台とし、キャビン周りの装甲と望遠シールド、キューポラを省略した上にブルドーザーシールドの運用能力を外すなど全体的に簡略化されているスロバキア陸軍の RM-70 車体全部にブルドーザーブレードを装着している、ポーランド陸軍の RM-70、85、ありがとうございます。